まあ、基本的に平日の仕事が忙しいので、まあ、やるとしてもやっぱりあの休日しかできない状況です。そしてまあ手が空いた時間とか、まあ、夜とかですかね、であの晴れ部屋のリストとかを見て環境を理解するようにして勉強していくっていうイメージなんです。でその環境に対して、まあ、どういうふうに対応していくかっていうのを自分のデッキの中で対応策を考えるっていう、まあ、休日に向けて考えて休日に試すっていうのの繰り返しかなと。あとまあ、 あのコンポを使うことが多いので、基本的にはその夜とかですかね、一人回しを何回も繰り返すことによって、あの勝ち筋やり方とかを学んでいくっていうのが大事かなと思ってます。で今ミラクルがもううまく禁止されたので、いわゆるミラクルのデッキが減ったと思うんですよね。ほとんどなくなってきていて、まあ、いろんなデッキが出てきているので、なかなかやっぱ面白い環境だなと個人的には思います。まあ、自分が好きなアークタイプのデッキを一個決めて使うじゃないですか。でその基本的にデッキを使ったらあんまりコロコロ変えるんじゃなくて、ある程度は戦えるようになるまで一つのデッキを使い続けるっていうことがやっぱ大事なのかな。で一つのデッキを使い続けることでやっぱり応用力っていうのは上がっていくのかなと思います。まあ、最終的にはあのいろんなデッキを使えて、あのプレイングの幅を広げるっていうのが一番強くなる近道かなとは思っています。まあ、相性云々じゃなく、まあ、相性が悪いマッチでも勝ち筋を手繰り寄せるようなプレイングをできるようにして、まあ、神挑戦者になれればと考えております。まあ、今回もぜひ勝ちたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。